自民党の議員連盟全国新幹線ネットワーク整備財源を考える会が2日発足した。現在建設が予定されている整備新幹線の区間に加え、四国や山陰など全国に新幹線網を広げるための財源を議論し推進を目指すとしている。会長には山本裕二氏、比例四国ブロックがついた。会合には20人ほどの議員が集まったという。現在着工中の北海道新幹線の札幌延伸では、事業費の上振れが懸念され、今後新たな財源の確保が必要になる可能性が高い。こうした着工区間に加え、北陸や西九州の未着工区間についても必要な事業費を示した上で、財源の確保を国に求めていくという。さらに山本氏は、国が1973年に決めた基本計画路線も議論の対象になるとの認識を示した。基本計画路線には四国など計11路線が位置づけられているが、実現のめどは立っていない。松本誠に